マーレ軍ではありません。タイバー家に属する近衛兵です。どうぞ。急にすまないな。私がタイバー家当主ビリーだ。戦士隊隊長テオ・マガトです。お初にお目にかかり光栄です、タイバー公。よろしく、マガト隊長。では我がタイバー家一族を紹介させていただこう。結成当初より戦士隊を束ねるあなただ。見抜けましたか？一族の誰が戦鎚の巨人か。いいえ、見当もつきません。本当にここにお越しになっているのかさえも。話に聞いた通り思慮深い。しかしいますよ、戦鎚の巨人は。この中に。ここにはヘイロス像を見に来たんだ。100年前、人間でありながら大地の悪魔を打ち破り、世界を救ったマーレの誇る英雄、ヘイロスの勇姿を。見事だった。勇ましく美しく、傷一つない。まさに、マーレの魂そのものだ。ええ、まさしく。銅像の中は空洞ですし。隊長殿は出来びしいな。噂ではマーレの徴兵制復活を働きかけているとか。マーレ人の戦争とは新聞の活字にのみ存在します。字を読むだけで領土が広がるのだから楽でいい。鉄砲玉を浴びるのが手名付けた悪魔の末裔や亡国の民ならなおのこといい。実際マーレ人に玉が耳の横をかすめる音を聞かせたところで、この国は自戒するまで戦争への歩みを止めないでしょうが。もしマーレを裏から操る者がいるなら言ってやりたい。とうに手遅れだと。本当に容赦がないな、隊長。立つ瀬がない。察しの通り、この国はタイバー家の権限下にある。だがマーレが軍国主義の道を歩んだのはあくまでマーレが選んだことだ。我々はマーレへの食材として自由と力を与えた。結果エルディアもマーレも闇夜に投げ出された。その責任はタイバー家にある。私は来たる祭事において世界に全てを明かすつもりだ。英雄像を見に来たのは嘘ではない。マーレには再び英雄が必要なのだ。テオ・マガト、今一度この手を握ってくれまいか。よう、4年ぶりだな、ライナー。エレン。